どうもお疲れ様でございます。今回舞姫大学のナミさんからですね、睡眠のゴールデンタイムというテーマで送っていただきました。そうですね、体は疲れていて一刻も早く眠りにつきたいんだけども、実際に、床に着くとね、眠れずに悶々としてしまうとか、明日のことが気になって目が冴えてしまうとか、そういったことってあるんじゃないかなと。軽い睡眠障害なのかもしれませんね。で、私の場合はですね、昔からなんですけども、布団にコトンと横になると1分以内に、寝てしまうんですよ。で、目が覚めると1分以内に起きて活動してるんですよね。非常に睡眠に関しましては私としてはね、快適な、ものをいただいてるかなと思います。そのために工夫も一応してるんですよ。例えば、寝るべき部屋ってのは寝ること以外に使わないようにしてるんですよね。だからソファーでうたた寝とか絶対しませんし、そして眠る前には必ず、シャワーを浴びたりお風呂に入って、寝る用の服に着替えるんですよ。そうするとね、徐々に体全体が眠るモードに入っていくんですよ。そうすることによって、布団に入ると眠りやすいと。当然、布団はいつもふかふかで快適な状態にするように、布団乾燥機をかけたり、今の時期だったらね、干したりとかするんですよ。すべてがね、睡眠を軸に行ってるって感じですか。で、質の高い睡眠は、質の高い起きてからの活動にもつながるんではなかろうかって気がするんですよね。だから睡眠に対しては非常にこだわってるところがあります。ただし、お金をかけてこだわってるんではなくて、私なりの工夫をしてるかなっていうところですよね。また睡眠に関しましては私の具体的な例を実際のね、動画を用いて紹介したいと思いますけどね。さあ、最近はそういって睡眠障害の方が出てくるっていうのはね、よくある例として私も認識してるんですけども、夏場になるとね、海の事故っていうのがやっぱり起こるわけですよ。例えば小さいお子さんが波にさらわれて沖の方に流されちゃったとかね、それから用水路に落ちたとかね、なんかその夏になるとなのか、それともこの時期特有のものなのかね、どちらにしても水の事故、水害、水によって引き起こされる非常に痛ましい事件っていうのがあるわけですけども、これは何なんでしょうね。やっぱ冬場っていうのは海に近づきにくいっていうところもありますけども、結構海が怖いというかね、泳ぎたいなら私は安全なプールにいた方がいいかなと思うんですけども、海ってのはそれなりにリスクが高まって上級者のものじゃないかなと思うんですよ。もちろん海に行って浜辺でね、ちょっとこう海を眺める程度ならいいんですけども、海の水の中に入って泳いじゃうっていうのはやっぱり大自然のね、ものすごい大きな力で沖の方に引き戻されちゃったりしますんで、私はちょっと怖いなといつも思ってるんですよ。だから海ではその膝ぐらいまでしか水に入らないかなってことですよね。もう一生懸命泳ぐなんてことは海では絶対しないですね。この辺どうなんですかね。それからふと思い出したらね、大雨とかがあるじゃないですか。今北九州でも大雨の集中豪雨災害ってのがね、かなり、復興に手間取ってるみたいですけども、この7月は相当北九州の方でも水害があったみたいなんでね、ちょっとこう お見舞いを申し上げたいなってところですけども、その水害がね起きた時、大雨とか台風でものすごく雨が降ってね、風も強い時に、なぜかね、畑を見に行った老人が流されて死亡みたいなこともあるんですよ。これはその大雨の中、大風の中、お年寄りの方はね、自分の畑なんでしょうけども、見に行ってどうするんだろうと思っちゃうんですよ。これどなたかご存知の方がいたら教えていただきたいんですよ。もちろんなすすべなくただ見ているだけっていう風な図は私想像できるんですけども、具体的な作業ってその危険な中できないじゃないですか。もしくはいきなり水が増していってね、雨が激しくなって逃げ遅れてしまったのか、どういうことなんだろうなと思うんですよ。少なくとも私は多分年を取ってもね、自分の畑があっても、たとえそこにある農作物が風や雨でねものすごい危機に瀕していても、現場に行ってももうすでにやることがないじゃないですか。もう立ちすくんで、あーっていうぐらいの思考としかできないんで、だったら自分の身を危険にさらすよりもね、安全なところにいて、なんか水が引いた後に落ち着いて見に行くってことじゃダメなのかなと思うんですけどもね。いても立ってもらえない気持ちなんでしょうけどもね。ただ命を落とすほどのことはないのかなと思うんですよ。この辺どなたかね、わかりやすくお伝えいただければ幸いでございます。じゃあお疲れ様です。